ホムラスタジオのホムラです。本日は日本で起きる可能性の高い食料危機についてお話ししたいと思います。日本は食料供給の多くを海外に依存しています。日本周辺で軍事的紛争が生じれば海運流通が破壊され、海外から食料天然資源を積んだ船が近づけなくなります。日本に近づけなくなれば深刻な食料危機になります。また日本の国土自体が戦闘状態となれば国内の農業生産も打撃を受けてしまいます。実はこれと似た事態を日本人は経験しています。それは第二次世界大戦の終戦直後の時です。この頃は東京深川倉庫には都民の3日分のお米しかなく、さらに朝鮮台湾などの旧支配地からの米の輸入がなくなり食糧難となりました。米、麦、芋などの多くの食料は政府の管理下に置かれ、政府から食料を配給する制度に変わりました。輸入が途絶えれば小麦、牛肉、チーズも輸入できません。輸入穀物に依存する家畜はほぼ壊滅します。生き延びるためには最低限のカロリー摂取の食生活、つまり米、芋主体の終戦後の食生活に戻るしかありません。当時の配給は1日1人当たり米2合の配給でした。2020年の米消費量は 51kg でしたが、終戦直後の配給は年間で 120kg。 米しか食べられない生活で副食によるカロリー摂取ができなければ国民は飢えます。現在1億2000万人に2合の米を配給するには1600万トンの米が必要となりますが、政府の減反政策により2021年時点の生産量は700万トンに抑えています。政府がすべてお米を買い上げて配給したとしても、もし輸入ができない状態になれば3ヶ月から4ヶ月で日本中のお米はなくなります。配給をしないとなるとお米の価格は高騰し、3分の1の裕福な人しか買えず3分の2は生き残れません。台湾有事が騒がれている今、もし台湾有事が起これば輸入ができなくなる時は近いのかもしれません。そうなった時、食料を作れるのは農家しかいません。地元の小さな農家さんを助けることができるのは消費者にあたる皆様です。生産量を上げるために、まず一人一人地元貢献のためにも地元で野菜を購入してください。私も一農業者として自分ができることを頑張っていこうと思います。また私が作っているお米、餃子、乾燥野菜をご希望の方は概要欄にリンク貼っておきますので、ご気軽にご注文ください。本日の放送が面白いと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。本日はご視聴いただきありがとうございました。